お元気ですか？谷村新司です。何かに誘われて旅に出る。遠くで暮らしている友人や美味しそうなものに誘われて、また時には風に誘われてなんていうこともありますよね。今日は谷村のお話に誘われてちょっと寄り道してみませんか？コーヒーでも飲みながらゆっくりゆっくりとラジテレ始めてまいりましょう。さあ、今日は色のお話です。色について。好みの色ってあります？昔よく聞かれましたよね。好きな色って何色ですか？俺はなんて答えてたんだろうって。いろんな色好きだったもんですからね、これってすごいこう困る質問だったなって記憶はあるんですけども、ある友人、その当時まだ僕らが20代から30歳前後の頃かな、持っている服の色ってどんな服色持ってるって聞いた時に、その人はほとんど紺と黒この2色でした。僕はもう紺と黒以外持ってませんと、明るい色の服は持ってないと言われてびっくりしました。おそらく彼の思いの中では、社会に出て働き始めるといわゆる無難な色、目立たない色、これを着るようになったって。だから身につける色は主張しない色を自然に選んでいたらしい。すごいよね。今巷にあふれてるリクルートスーツってその代表かもしれませんよね。時代はもうどんどん変化していってるのにな、まだリクルートスーツかななんて僕は思ったりもしますけども、個性を表に出さないで、会社の色にを身につけていくっていう、そんな覚悟なのかもしれませんけれども、昭和時代の社会人は、紺と黒とグレーだらけだったと振り返るとそう思いますね。ちょうどその頃、1981年に谷村はアリスとして初めて中国の北京を訪れました。この時に街に出てまず最初に驚いたのは、みんな着ている服の色が黒と紺とカーキ色、この3色しかないということにまずびっくりしました。人がいっぱい溢れてる中国のこう繁華街でもほとんどこの3色へーって、そう思ったということは自分たちはそれ以外の色をもう着ていたということなんですよね。